しかし接触することには成功しても、これだけの注目の中、一体どう探りを入れるつもりだ、セバスチャン。じゃあアンさんはこっちで寝そべって。ああ、なんというつぶらな瞳、柔らかな耳。しまった、トラは猫科だ。見たことのない鮮やかな縞模様、とても愛らしい。おや、少々爪が伸びすぎているようですね。お手入れをしなくては。肉球もふくよかで、とても魅力的ですよ。あ、ベティ、そいつを離した。彼女に罪はありませんよ。あまりの愛らしさに私が思わず失礼してしまっただけ。それにむやみに鞭を振るうだけではしつけはできませんよ。ベティ、ベティだ、ベ。おやおや、おてんばさんですね。誰が